使うことの喜びを文禄チャンネル。どうも文禄です。うちはね、文房具系 YouTuber として今やってる感じなんですけど、今日はね、書家系 YouTuber についてね語ります。書家系、まあ、あの書道家ですね。書道家系 YouTuber について語りますね。で、僕ね、書道家、書家の方のチャンネルね、すごいいっぱい登録してるんですよ。なぜならね、僕ね、すごくね、書が好きなんですよ。まあ、僕はね、書道ってやったことないんで、まあ見るだけなんですけど、筆文字を見るのがすごく好きなんですよ。なんだかね、その文字そのものが芸術みたいに感じるんですよね。だから文字を見てるだけですごく気持ちよくなってくる。あの達筆な文字を見るとね、それだけでね気持ちよくなってくるんですよ。だからね、綺麗な文字を見るのがすごく好きなんで、僕は書道家の方の YouTube チャンネルよく見てるんですよね。で、今日はね、僕のおすすめの書道家のチャンネルを10個紹介したいと思います。男性の書道家5人と女性の書道家5人ね、合計10のチャンネルを紹介したいと思います。で、僕ね、毎日のようにね、まあ、僕は文房具系 YouTuber として、まあ筆記してるところを映像で流してるんですけど、僕すごい字が下手ってよく言われるんですよね。ほぼね、毎週のようにね、字下手ってねコメントをされるんですよ。もう体勢がついちゃったくらいね、よくね字下手って言われるんですけど、だからね、こんなね字が下手な人がね書道家について語るのってね、ちょっとおこがましい感じはするんですけど、見るのはすごく好きだっていうところをまず伝えたいっていうことで、それでちょっと今日は語りたいと思います。で、これってね、結構文房具とね、書道家、文房具系 YouTuber と書道家系 YouTuber ってね、結構親和性高いんですよね。なぜならね、書家の方も文房具を使って筆記してるんで、だからね、結構ね通じるものがあるんですよ。で、結構書家の方もおすすめの文房具みたいな感じでよくね、そう紹介してる動画があるんで、結構ね親和性高いんですよ。ということで今日の企画を作りに至ったっていう感じなんですよ。結構ね、僕ね本当に書が好きで、こういう本とかも持ってるんですけど、これいろいろな書が詰まった本で、これ2万円したんですけど、こんなね、こういう本とかも買って見てるんですけどね、すごい見てるだけで気持ちよくなってくるんですよね。これはね、豊臣秀吉ですね。豊臣秀吉の書状ですね。で、結構ね、この豊臣秀吉の書状とか見ると、こういうね筆文字を見ると僕はねすごいねワクワクしてくるんですよ。で、この書状は割と見やすい書状ですね。これぐらいだったら僕も読めますよ。ここね、小西摂津の神とか書いてあるんで、小西摂津の神っていうのは小西行長のことですよね。なんかここら辺は読めるんですよね。しかしね、これはね伊達政宗の自筆の書状ですね。自筆でね、こんな達筆なんですけど読めないでしょ全然。これ辺ね、くずし字っていうので書かれてるんですけど、このね、くずし字の書状がね、すごくかっこいいんですよ。だから、こういうくずし字に憧れて、これ読めるようになりたいなと思って、僕ね、古文書の勉強したんですよね。で、結構ね、古文書読めるようになったんですけど、まあ、だいぶ前に勉強したんで、今結構忘れてることがあって、今あんまり読めなかったりするんですけど、それでもね、まあ、結構読めたりしますね。これね、天下とか書いてありますよね。変化、こういうのとか読めますよね。それ崩し方とかもね、だんだん分かってくるようになるんで、いろいろ勉強してると分かるようになるんで、割と読めるようになってきた。だからこの当時のね、戦国時代の武将たちがどういう会話をしていたのかっていうのね、そういうのを見るのがね、そう読むと、このね書状の中身を読むと、なんかね急に戦国武将がね生き生きとした感じになってくるんですよね。それで奥深いなと思って、で、同じ日本人なのにね、昔の人はね、400年前の人はね全然違う文字を書いてたんだなっていうね、そこもすごくロマンなんですよね。昔はそれで通じ合えたわけですよ。でも今じゃ全然わかんない、なんかそこもロマンですよね。そういうところも好きなんですよ。で、まあ、僕書道家の方すごく好きなんですけど、書道家とのつながりについてちょっと一つ話させてもらうと、
こういう文字が好きなんで、一度ね僕ね、あの書をね書いてもらいたいなと思って、プロの人にお願いしようとしたことがあるんですよ。うん、でまああのその時にいろいろね交流させてもらったのがね、小川慶香さんって人なんですけど、それが僕の最初の書道家とのつながりだったんですけど、うん、まあそれは忘れもしない感じなんですけどね。でお手紙もらって、そのお手紙に戦国武将のね武将っていう文字をね、筆文字で綺麗にね達筆なね筆文字、荒々しい感じの筆文字でね武将って書いてくれて、まあ作品ですよね、作品をくれたわけですよね。うん、それがもうすごく嬉しくって、書に感動した最初の体験だったかな。それが原体験にあって、まあすごくね僕は書が好きなんですよね。うん、それで書道家の方のチャンネルも今もすごい楽しませてもらっているって感じなんですよね。うん、こういうね崩し字辞典とかもね持ってるんですけどね、これこういうのとかね、この これね、たった一人のね人がこれだけ書いてるんですよ。これもすごいなと思って、ですごい綺麗なんですよね字が。うん、まあいろいろなこういう本買いましたけど、崩し字を読みたくてね、こう崩してどうなるのかっていうのね、こう読みたくて、まあいろいろ買いましたけど、僕ねこのねこの方の小玉さんの書いた文字が一番好きで、この書はね僕にとってちょっとバイブル的な感じになってますけどね。うん、こんな感じでね、まあすごく好きなんですよ僕は。ちょっとね本当今日は語りたい、今日だけは語りたいということでね語らせていただきますけど、はい。で書家系 YouTuber の傾向をね僕が独自に分析したんですよ。まあマトリックスにしたわけですけど、こうねマトリックスがねこうあって、こんな感じでね傾向がね分かれるんですよ。こっち側は書道系なんですよ。でこの書道系と反対側に美文字系、書に関する YouTube 発信してるチャンネルってね傾向が二分するんですよ。書道寄りのチャンネルと美文字寄りのチャンネルがあるんですよね。何が違うのかっていうとね、美文字はね文字を美しく書くための情報を発信してるチャンネルがこの美文字系のチャンネルで、で書道系は書の楽しさみたいなのを、そういうのを発信してるのがこの書道系の YouTuber になるんですよ。まあこういう感じで二分されるんですよ。で美文字系のチャンネルってね、書家じゃない人がやってる人がほとんどですね。美文字系のチャンネルものすごいいっぱいあるんですよ。でもねその美文字系の人全員が全員ね書道家っていうわけじゃなくて、書道家ってね誰でもね自分は書道家だって言えば書道家なんですよ。ライセンスってないんで名乗れば書道家なんですけど、大体美文字系の人は書道家を名乗ってない人が多い。でも書道家を名乗っている美文字系の人ももちろんいる。うん、でもねやっぱり書道家、書家を名乗ってる人の多くはこっちの書道系の人が多いという傾向にあるなっていうふうに僕は思ってますね。うん、これさらにねこっちにまたねマトリックスでこの中央からねこんな感じで分けますよ。でさらに傾向があって、教育系のやつと娯楽系のやつがあるんですよ。教育を中心としたチャンネルと、あとはね娯楽を中心としたチャンネルがあって、まあねこのね教育系か娯楽系に二分されると思うんですよね。ということで大体ね、まあ、このマトリックスの中に書家系 YouTuber が入ってくるなというふうにね僕はそういうふうに思ってるんですよね。うん、じゃあねどういう教育系の YouTuber がいるかっていうと、まあ、まずは多分ねうちのチャンネル見てる人の多くが書道系 YouTuber と聞いて最初に思い浮かべる人ってね大江製法さんだと思うんですよね。大江製法さんは、まあ、この辺なんですよ。この辺の人なんですよ。この辺に
方へ正方さんがいます。もう初夏系 YouTuber の中でね、本当にインフルエンサーみたいな感じになってますよね。彼女の発言がいろいろな影響力を持っているんで、で結構文房具紹介とかもすごくやってて、文房具系の YouTuber とのつながりも結構あるんですよね。だから割と文房具業界にも精通してるし、文房具系のイベントとかにもゲストとかでね招かれたりとかされるんで、正方さんはね本当文房具との親和性も高くて、まあ、文房具系 YouTuber としてね、まあ、正方さんは名前挙げるのがまあ最初かなと思って、現在登録者7万人ぐらいいますからね、本当にすごいと思いますね。ですごいお綺麗じゃないですか。であのね、女性の初夏系 YouTuber の方ね、みんな美人なんですよ、そこもねすごいね初夏系 YouTuber の特徴かなというふうに思ってますけどね。で、次に挙げるべき人はね、たくみさんですよね。東宮たくみさん、たくみさんはねもう娯楽もうすごいっすよ。もう この辺ですかね、一番登録者多いんじゃないですかね。もうショート動画がすごいんで、たくみさんね、たくみさんはすごいですよ。娯楽系のもう急先鋒っていうかね、爆心してますよね。娯楽系爆心してる。すごい雑学が詰まってるんですよね。毎日動画たくさんアップされてるし、まあ、ショート動画がメインですけど、そのショート動画のネタがね毎回ね雑学がすごいんですよね。結構僕ね、たくみさんからいろんな知識をねいろいろ教えられてるっていう気がしますね。もう本当そうなんだって言いたくなるようなね動画がいっぱいあるし、一番再生してるかな、僕 YouTube のチャンネルで一番再生してる気がするな、たくみさんのチャンネルは。で僕自身もね結構たくみさんのチャンネルにはコメントしてるんで、まあコメントで見かけたらね、あ書いてる書いてるとかね心の中で思ってくれたらね楽しいかなと思います。はい、次ね、すごい書道系 YouTuber のオーソドックスな形というかな、まあいい意味でオーソドックスな形を やられているのが、ここら辺だと思うな、上平大河さんね。上平さんね、すごい、これぞ初夏系 YouTuber の鏡みたいなね、そんな感じのチャンネルなんですよね。最も模範的な感じがしますね、僕は。なんか動画の構成だったりね、同じ YouTuber としてすごく学びも感じますよね。じゃあちょっとね、今度はね、書道寄りの方に行きたいと思うんですけど、書道寄りでね、もう教育系と言ったらね、この人はね、すごいなと思ったのは、ここら辺の人なんですけど、石野花宝さんですね。すっごいね、書の歴史とかね、古典のこととかね、うんちくがすごいんですよね。徹底してね、教育に力入れてるなっていう感じで、少しスパルタも入ってるし、厳しいけど納得させるものがあるし、すごいね、学びになるチャンネルですね。書ってこんなに歴史があるんだとかね、なんかいろいろそういうことを考えさせられるということで、石野花宝さんのチャンネルは本当勉強になると思いますね。花宝さんもね、すごいお綺麗なんですよね。やっぱり女性のね初夏系 YouTuber、 皆さん本当にお綺麗だなっていうふうに思いますね。じゃあ続いて、今度はね、同じ書道系だけどすごいエンタメに振ってる人がいるんですよね。はい、それが、まあ、ここら辺の人だと思うんですけど、原愛理さんですね。原愛理さんね、すっごいね、かっこいい文字を書く人なんですよ。なんかこれぞ達筆っていう感じの、すっごいかっこいい字を書く人なんですけど、それを自分流に崩して、もうあのアートにしてるんですよね。書ってアートなんだなっていうね、そういうことを実感させてくれるのが原愛理さんですね。でルックスがね、もうねアイドルなんですよね。アイドルみたいなルックスしてて、それですごい達筆なね文字を書くっていう、そこがいいですよね。同じ書道系のエンタメといえばね、もう一人武田双龍さんですね。武田双龍さんも画流な感じのね、画流っていうと良くないか、すごい独特な文字を書く方で、すごいアーティスティックな
書を書く方ですね。そこも面白いなと思います。はい。で、あと一人、この辺かな。この辺。根本美樹さん。根本美樹さん、すごい可愛いんですよね。日常生活もね、結構配信してて、初夏の人って普段何してるのかなみたいなのが、そういうのが分かるっていう、そういうところはね、ドキュメンタリーとしても楽しめるのかなっていうふうに思いますね。うん。で、次ね、じゃあこの美文字系の教育のですごい来てるなっていう方が、長谷川祐樹さん。長谷川祐樹さんは、自分が教えてる姿を動画に収めてそれを公開されてるんで、すごい臨場感があるんですよね。そのライブ感のある感じの動画になっていて、なんか予備校みたいな感じのノリでね、教えてくれるんで、文字をきれいにする時にはね、長谷川さんの動画を見るといろいろとね、気づきを与えてくれるのかなっていう風にね、そんな風に思ってますけどね。次はね、すごい最近気に入ってるチャンネルなんですけど、この辺かな、土井甲州さん。女性の方なんですけど、すっごいね、明るいね、先生なんですよ。で、自分のことを先生っていう感じで、今から書いてみますよみたいな感じで、なんかね、保育園の先生みたいな感じのノリなんですよね。すごい見てて元気になってくるんですよね。土井先生の人柄がね、すごいね、見ていて微笑ましいっていうか、あの教え方はね、その辺ちょっと娯楽としても楽しめるのかもしれない。すごく好きです。あの人柄ですよね。人柄がいい先生で、いつまでも生徒を笑顔にしてくれるようなね、そういう先生ですよね。うん、大好きですね。じゃあ最後一人、これ聖堂さんですね。聖堂さんのチャンネルは、あれは有料級だと思いますね。本当にすごい、プレゼンテーションアプリで作ったような感じの動画になってるんですけど、すっごいね、一つ一つの動画で言ってる内容が濃ゆいんですよね。短い時間に濃ゆいこと言ってるんですよね。一つ一つの言葉がね、選んでる言葉がグッてね、説得力を持ってね、伝わってくるんですよ。言葉の選び方とかね、言葉の例えであったり、なんかね、これはもう見てもらうしかないっていう感じですけど、あまりにもね、有料級なんで、ちょっと他人に教えたくないっていうね、自分だけ見て他の人に見せたくないっていうね、そんな気にさえさせてくれるようなね、それが聖堂さんのチャンネルなんですよね。で、結構ね、独自な感じなんですけど、聖堂さんならではの文字になってるんですけど、その文字がね、僕はすごく好きですね。聖堂さんの文字は大好きですね。他の方の書く文字とだいぶ形は違うんですけど、僕はすごく好きなんですよ、聖堂さんの文字は。うん。で、面白い、動画が面白いで、一つ一つの動画に、なるほど、目から鱗が落ちる感じがするんですよね。だから一つ動画見ると、なんかね、必ずメモを取ってしまう。それぐらいにね、言ってることがね、結構ね、重要なことばっかりなんですよね。これが絶対法則ですみたいな感じで、全く今まで気づかなかったことを一言でピシリとね、堂々とね、言ってくれるんで、自信がつくっていうかね、そうだったんだ、そういうことなのかっていうね、それがね、自分の文字の自信につながっていったりとかもするんで、聖堂さんの動画は本当短い時間にギュッて凝縮されてるんで、繰り返し何度も見たいなっていうふうにね、思ってますね。はい、これで10人かな、女性と男性5人ずつ10人ね、今回僕の大好きな先生方を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。たまにはね、こういう話もしていきたいなと思ってます。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ではまた。